ポジショニングで見るフォワード古橋競合。セルティックボールセンターフォワードに古橋競合。センターバックの四角側に回り込むしっかり四角準備をしてから多様なアクションを起こすバックステップで標的となるセンターバックとの距離を空けるゴール前で溜めたスペースをタイミングよく使う 別の角度でもう一度左サイドからセルティック必ず逆サイドを確認する古橋こまめに状況を確認しながら標的を決めてその四角側へボールと逆側のセンターバックを標的にする場面は多い早めの四角準備をしてから多様なアクションを起こすセンターフォワードとして ボールから遠い側の敵センターバックのライン上にポジションを取る実際は古橋に対してのセンターバックのポジション取りでこの形となり古橋はセンターバックをコントロールしているといった感じそしてこの位置取りからタイミングよくアクションを起こすセルティックボール左サイドからの展開となる場面 ゴール前2センターバックに対する古橋のポジショニングを見るボール側のセンターバックは少しサイド寄りとなりもう一方のセンターバックは追従するのが基本の動きそれをワイドの動きでコントロールする古橋2センターバック間を広げることでスペースを作る意図的に作られたスペースサイドからのセンタリングのタイミングに合わせてそのスペースを使う セルティックボール、左サイドからの展開となる場面、2センターバックに対して古橋がよく使うポジション取り、逆側センターバックの背後を取って、センターバック間を広げる動き、広げられるセンターバック間、味方のサイド攻撃に中で準備を整える古橋。 意図的に作ったススペースをタイミングよく利用する。良いタイミングが来るまでしっかりとスペースを貯めている古橋セルティックボール中央からの攻撃では食いつくセンターバックの裏へ必ずアクションを起こすボールはワイドへワイドからの攻撃では 逆側ののセンンターバックの四角にポジションを取る自分を見ることができないセンターバックをコントロールしてスペースを広げる死角側からタイミングよくそのスペースを利用する古橋のゴール前の典型的な形サイドからの攻撃でも速攻性の強い場面ではゴールに直結する動きを優先する。 センタリングのタイミングでは常に前スペースを確保ゴール前で常にシュートスペースを作り続けることで味方のパスをより多く呼び込むこととなる切り替わりのタイミングで必ず逆サイドの確認は怠らない思考的なサイド攻撃の場面となりツーセンターバックに対し基本の立ち位置セルティックボール このあと左サイドからの展開となっていく。サイド攻撃となりボールがフリー状態の間に逆サイドを確認する古橋。逆側センターバックの四角側にポジショニング。サイド攻撃における古橋の基本ポジション。スペースを貯めて多様なアクションを起こす。早めのセンタリングでスペースを作れない場面となった。別の角度から センターバックの四角側に回り込む古橋。センターバックは体を開いてバックステップ。ボールと古橋、両方見えるポジション取り。両方見ながらの対応でディフェンス優位の形となった。前スペースを確保できず、天を仰ぐ古橋。セルティックボール、中央からの攻撃。ボールホルダーフリー。 正面のセンターバックは必ず食い,つく食いつきスペースに必ずアクションを起こす古橋ゴールに直結する場面は絶対に見逃さないセルティックボールボール正面ではセンターバック間のポジション取りから顔出しや裏取りのアクションを起こすサイド攻撃となり 早い動き出しで四角準備センターバックがそれに反応してこういった形となる場面は多いバックパスボール正面で顔出しをイメージしたポジション取りサイドチェンジの流れの中必ず逆サイドの確認はするセンターバックの立ち位置や逆サイドの状況確認と思われる。 必ずボールがフリー状態の時に確認するサイド攻撃開始時に逆側センターバックの縦ライン上にポジションを取る古橋にとってサイド攻撃でのスタートポジションといえるここからサイドの攻撃に合わせた駆け引きが始まるサイドから中央突破ボール側のセンターバックが引っ張り出される大きなスペース ここで半端に顔を出さない古橋外側にセンターバックをコントロールし味方のシュートコースを作る動きゴールキーパーからロングフィード2センターバックに古橋常にディフェンス裏は狙っている場面が変わるボールは左サイド センターバックの四角側に回り込む古橋常に敵から消えるための四角準備を怠らないことで突然のチャンスにも対応できるそして武器であるスピードを使う相手ゴールキーパーからのロングフィード2センターバックに古橋ルーズボールは中央へ ボールの正面となるセンターバックの裏を狙う基本的にボールの正面の敵は食いつき、反応よくその裏を狙うフルハシ少し時間を戻すハイボールを競り合う二人、その時フルハシはスプリットステップを入れているスプリットステップを入れることで行くべき方向の動き出しが良くなる セルティックボー,ル中央攻撃ボールホルダーの正面の敵は食いつくその食いつきスペースを必ず狙う古橋。